はい、おはようございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な可能性のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するための番組でございます。はい、言えたいや僕ね、今日ね嬉しいんですよ、はい、めっちゃ嬉しいんですよ、はい、すいません、今日は4月17日なんですよね、はいはい、4月17日ですね、はい、収録日は、その、大体20日ぐらい前なんですけど、はい、明日ですね、はい、生まれて初めて高野山に行くんです。生まれて初めてなんです、はいはい、で僕実は、ね、すっごい高野山大好きなんです。はい、はい、家がもともと真言宗なんで、うん、南無大師遍照金剛ってね、唱えてずっと育ってきたんですけど、はい、いつの頃からか空海の小説読んでみたり、司馬遼太郎がね空海のこと詳しく書いてたりとかしたりして、はいはい、あるいは夢枕幕 の映画にもなったね、はい、空海の小説とかもありますし、はい、いろんな空海のものがあるんですけど、まあ、そんなもんなんやかんや言いながら読んだりとかしてるんですよね、はい、でも高野山にはまだ一回も行ったことないんですよ。結構詳しいねんけど、はい、行ったことない僕がやっと行くんですよ、はい、明日、はい、でしかも一泊するっていうね。あ、そこで泊まれる。そうですそうです、宿坊っていうのがあって、はい、高知院桜の池の、院ですね、はいはい、っていうところに泊まらせていただくというか、まあ、もうこの見ていらっしゃる段階でいただいたという話になるんですよね、はいはいはい、前にも出ていただいたの和プロジェクト大使っていうね、はいはい、和の精神を世界へっていうね、はい、団体があるんですけど、はい、その団体さんが、4月3日って実はね聖徳太子が17条憲法を制定した日なんですよ。でその日に、全国のお寺33か寺で、はい、その世界平和を記念した記号、はい、書でね書くという、はいはい、それを、やられるんですね。で、はい、それがなんと今年は高野山、比叡山延暦寺、浅草の浅草寺、池上本門寺とか、もう名だたる大本山が実は参加してきてくれまして、はいはいはい、四天王寺でもやるんですけど、はい、で僕高野山の撮影をさせていただいて、はいはい、で終わったらそのまま四天王寺に来て四天王寺の撮影させてもらうというのをちょっと担当させていただくことになっておりまして、それでまあちょっと高野山朝からなんで、はい、朝10時に高野山に集合しろっていうのがすいません僕ちょっとしんどくて朝5時に家出ても間に合うかなみたいな感じなので、はい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 、なので一泊させていただくということで。どれぐらいからですか、大阪から。どこから行くかにもよりますけど、はいはいはい、難波からその特急乗ったら、はい、何歩ぐらい、2時間ぐらいかな、はい、でまたねこれがねすごいんですよ、言われたんですけど、はい、高野山冬だそうです、まだ5度ぐらい気温が。違うんですか。全然違う。いや5度、いや違う、あ今5度、今5 度、 5度。寒い時はひょっとしたら行っちゃうかもしれないぐらいの寒さらしいんで、はい、まあ、山上都市なんで、山の上の都市なんで、はいはいはい、山の上にちょっと開けた盆地のところに都市というかそのお寺ですよね、はいはい、お寺がいっぱいあってっていうのが高野山なんで、はいはい、まあ、見れたらいろんなとこ見たいなと思うんですけど、まあ、さすがにね、撮影の仕事で行ってますから ね観光ではないからそんなに満喫はできないと思うんですけど、はい、多分でもね希望する場所もすごいいい場所でされるみたいなんで、はい、それは何どっかで見れる感じなんですか。YouTube でカムイチャンネルで配信します。後日編集したやつを配信させていただきますので、ライブでねやりたいんですけどね、はい、電波の関係とかいろいろね、あるので、その山の上ですから、はいはいはい、一応撮ったやつを、はい、編集して皆さんにお届けするというのを後日させていただこうと思ってますので、はい、僕がドキドキしてる声が入ってるかもしれませんけどあーとか言ってたらやばいなとか思うねんけど、息遣いはできるだけカットするように頑張ります、はいはい。そんなことが、はい、あるぞというのをちょっと思わず言いたくて、はい、言ってしまいました。もうでも17日だったら多分もう配信してるはずなんで、はい、これ見てあそんなんあったんやって知った人はぜひカムイチャンネルの中で見ていただいたら、はい、出てきますんで、はい、はい、高野山調べてみてください。はい、はい、ということでございます。はい、ということなんですが、はい、今日もですね、はい、挑戦者が来てくださっております。はい、ね、ねえ、もうなんか最近ね、はい、ありがたいんですけど、なんか出たいって言ってくれる人が結構いらっしゃったりとかして、バンバン来ていただけるんで、はい、もっと来てください、はい、どんどん来てください、はい、今のところこの時点やったら6月分の配信とかぐらいからしか、はい、多分入れないと思うんですけど、タイミングが合えばそういうイベントのね告知とかも10分間、はい、プレゼンできますからぜひ来ていただきたいと思うんですが、はい、今日来ていただいているのは、はい、実は私がいつもお世話になっております、はい、
ところでして、はい、コーワーキングスペースってあるんですね、はいはいはい、コーワーキングスペースってね、はい、最近でこそ結構いろいろ、はい、いろんなところで話題になってきてるんですけども、はい、ちょっと前やったらコーワーキングって何みたいなとこから説明してなあかんみたいな感じなんですけど、コワーカーですね。そうそう、はい、コワーカーですね、はい、要するに会社じゃない、はいね、家でもないもう一個のサードプレイスとして、うん、活用できる、うん、自分の会社でやる仕事じゃなくまたここで、気分を変えてやるとかっていうので活用してる人がいたり、うん、最近は僕行ってびっくりするのが学生さんが結構いたりとかして、はい、あ、そうなんですよ、うん、大学受験とかで高校生が来てたりとかするんですよ。勉強しに、そう、勉強しに、はあはあ、セーラー服の子がおったりとか、おじさんドキドキして、せえへんせえへんせえへん、そんじゃ違う、いやいや、そういうこともあったりとかするような感じで、はい、なかなかね、利用者の方も多様化してるみたいな感じなんですけど、はいはい、そういうコワーキングスペースなんですが、はい、京橋にあります OBP アカデミアから、はい、今日はですね、サイさんと、井森さんに来ていただいています、はい、はい、じゃあお呼びしたいと思います。サイさん、井森さん、はい、はい、ということで、今日はお越しいただきました、OBP アカデミアのサイさんと井森さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もう本当ね、サイさんとは、はい、もう何年来でしょうみたいな感じで、でもね、うん、あれなんですよ、僕の一作目の映画を見に来てくれたのが実は最初なんですよね。そうですね、リアルで喋ったのね。リアルで喋ったのは僕も実は OBP アカデミアの会員で、今でも会員なんですけど、よく利用はさせていただいてるんですけど、その時は同じ会員同士だったんですよね。そうですね、ね、うん、同じ会員同士やからっていうの、なんかセミナーで出会ったかなんかで、うん、友達申請して友達になったんですけど、でその後僕の一作目の映画も見に来ていただいて、はい、重装の映画館に来ていただいて、楽しかったです。ありがとうございます、うん、はい、でそれ以来なんですけど、その時は会員さんだったんですが、そうですね、イベントが好きやったんで、うん、そうですね、よく行ってたんですけど、はいはいはい、その OBP アカデミアに、はい、気づけば今は OBP アカデミアのスタッフになってらっしゃるっていうなかなか面白い、しかもですね、なかなかこの、OBP アカデミアって、なかなかな場所なんですよね。日本一のセミナー数を誇るみたいな。そうですね、コワーキング業界に行くと、はい、おそらく日本一の企画数を誇る、ね、ね、はい、すごい場所なんですけども、うん、はい、京橋の、大阪ビジネスパークの、はい、ツインビルの9階にあるんですけども、はい、はい、すごい場所なんですけども、そちらからお二人来ていただいて、今日はそのコワーキングのお話をしていただくということなんですかね。そうですね、はい、メインでそのお話をさせていただこうと思っています。はい、はい、では当然覚悟して来ていただいていると思うんですが、このコーナーは、このプレゼンありかなしかなんで、ありかなしか判定されます、うん、はい、でありかなしかで判定されて、ありだったら笑顔で ありがとうございますで終わりなんですけど、なしだった場合はお二人にモザイクがかかって、声がボイスチェンジャーかけられて、なんかよくわからなくなっちゃうっていう仕打ちを受けることになっておりますので、10分後に判定員の判定が起こりますので、なかなか面白いことになると思うんですけど、はい、覚悟のほどはよろしいでしょうか。はい、消えないように消えないように頑張っていただきたいと思います。吉川さん、しっかり見といてください、ね、あ社長って、はい、映画にも出ていただいてますけど、ね、社長ね、はい、はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ判定員さん、お願いいたします。はい、ということで、判定員さん入ってもらいましたけども、あ、高橋さん、なんか今日はスーツなんですね、高橋さん。高橋です、はい、ということで、なぜか高橋さんの代わりに今日は柿本さんに座っていただいてますという感じで、はい、やってみたいと思います、はい、ではではよろしいでしょうか。はい、はい、では、はい、始めていきたいと思いますので、よろしくお願いしますね、はい、はい、それではこのプレゼン、ありかなしか、スタート。はい、では改めましてよろしくお願いいたします。株式会社マナレボというところに勤めておりますサイ・ジョンスと井森かなです。よろしくお願いします。株式会社マナレボという会社がどういう場所かっていうと、主にコワーキングスペースの運営をしているような会社になってます。で今は、先ほど日浦さんも言っていただいたように京橋の、大阪ビジネスパークというエリアに一つOBP アカデミアという場所があって、はい、もう一つ東梅田、大阪の東梅田という場所に、はい、オンザ梅田という施設を運営させていただいております、はい、東梅田の駅からすぐですからね。すぐです、ね、すぐですね、はい、はいはい、地下街でホワイト梅田っていうところがあるんですけど、うんうんうん、そこ通れば雨濡れずにそのまま、ね、行けますね、はいはいはい、そういう場所を運営するような会社になってます、はい、
まあ、その他にもいろんなそのコワーカーといってそのコワーキングスペースを使ってくださっているそのそれこそ日浦さんのような方と一緒にお仕事をさせていただいたりとか、いろんなことをこう多角的にさせていただいているような会社なので、なんかこういうこと困ったなとかやってみたいなっていうことがあれば、なんかどんなことでもご相談いただければ何かご一緒に解決できるかなみたいな、そういったことをお仕事としてさせていただいております。はい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 、はい、まああれですよね、だからいろんな人たちがね集まって来られてるんで、そう面白いのがあの OBP アカデミアとかのオンザとかの面白いところは、会員さん同士でなんかビジネスが始まっちゃうっていうね。そうなんですよ、あのビジネス交流会が毎日行われてるみたいな感じですよね。結構ある意味スタッフがその会員さんとの距離すごく近いので、こういうことやってるんですって話を聞いた時に、あそれ前なんかこう同じようなことやってる人いたなとか思うと、こうちょっとおつなぎさせていただいたりとか、そういったことの中でそういうビジネスが起こったりだとか僕もあの実はね、あの彼 の, あの前 の, あの上司だったあの人がいるんですよ、はい、前の上司だった人がいるんですけどね、はい、であの彼にあの実はのサエコさんを、あの皆さんご存知ですね、この番組見てらっしゃる方ご存知だと思うんですけど、あのメタルクイーンのあのサエコさん、今ドイツにいますけど、はい、あのサエコさんとつないでくれたのは実はアカデミアなんですよ。はい、いろんなきっかけが生まれているような場所になってます。はいですね、はい、で今日はせっかくなのでその OBP アカデミアとオンザ梅田がどういう場所かっていうのをそれぞれからちょっとあの説明させていただければなと思ってます。はい、まあ、OBP アカデミアに関してはもう今すでにたくさん情報が出たので、うん、あのもう皆さん知っていただいたらそうなんや、はい、改めてお伝えすると大阪の京橋というところにある、コワーキングスペースになってまして、はい、窓から大阪城が見えるようなロケーションになってます。これ素晴らしい、本当にあの窓際のだから席がすごく人気 で、はい、で全部で100席ぐらいご用意していて、あの会員さんであれば、まあ、いつでも使えるし、まあ、もちろんドロップインという形で1日利用もしていただけるし、はいはいはい、まあ、2時間利用とかもしていただけるので、まあ、自分がこうちょっと近くに行って仕事をしたいなとか休憩したいなっていう時に使っていただけるような場所になってます。ちなみに、私の3作目の映画、あの吉尾誕生編っていうね映画があるんですけども、この映画でロケ地として使っていただいてまさにその大阪城をバックにしてあの主人公があの会話をするとか、そうです ね、 ね、あのあとそのワークルームで会議をしてるシーンとかも撮らせて、うん、なんとそこにあの吉川社長も出ていただきまして、うちの代表と、はいはい、あの会員さんも、会員さんも、ね、はい、出ていただきました、はい、郷さんとかね出ていただいて、そういう横のつながりとかも結構あったりするし、はい、あの本当にあのお仕事で来られてもいいし、うん、ちょっと誰かと話したいなっていう形でも来ていただけるような場所になってます。はい、お近くに来られた際はぜひ立ち寄ってみてください。はい、ということで、オンザ梅田の紹介をできればと思います。はいはい、先ほどおっしゃっていただいたみたいに、東梅田の駅から徒歩1分で来ていただけるような場所にあります。コワーキングとしての特徴としては、やっぱりこう駅から近いということで、テレワークの場所ですとか、副業の場所ですとか、まあ、フリーランスの方は自分のオフィスとして使っていただくのももちろんなんですけど、あの打ち合わせがたくさん入っている時に来ていただくであったりとか、次の約束までの待ち合わせの場所として使っていただくであったりとか、お仕事前とかお仕事終わりにリフレッシュの場所として使っていただくこともできるんですね。で最近ですね、あのちょうどリニューアルしまして、あの緑がすごく増えました。なんかこう最近ガーファもう緑がたくさんあるオフィスを作ってるみたいなので関西のガーファやでということで皆さん梅田に来た時はぜひ立ち寄ってください。関西のガーファなんですね、はいはいはい、1階からも入れるので、そうそうそう、外からねあの見えるし、そうそう中入れますからね、はい、外から見た時こうホテルの入り口とか、あそうそうロビーみたいなね、そうそう、そういう感じですよね。けど入ったら中がすごく広いので、そこ全部こう自由に使えるスペースやから、あのね、とにかく、ね、天井が高いんですよ、はい、天井が高いというかね、あれうまいことやったなと思うんですけどほんまやったらあれある意味スケルトンにしたんですよね、うんうんうん、だから本当やったらもうちょっと天井低いはずやのに、それを逆に取っ払うことで、でかつあの、骨組みみたいにしてね、あの入れてるんですよ、いろんなものを。でそれで天井はないのに天井作ってるみたいに見えるし、すごく広い天井が高く見えるデザインされてるんですよね。でもそれも実はあの会員の方が
デザインされたっていうね、ことですよね。はい、OBP アカデミアの会員でいらっしゃる建築家の方ですかね、はい、がしてくださっていて、はい、まあ、その建築以外にもウェブのシステムであったりとか、うん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 、ウェブサイトであったりとか、まあ、パンフレットとかも OBP アカデミアの会員さんがしてくださってるっていうような説になってます。なかなかだからその中でこういろんなつながりができてて、ものすごく面白い場所なんですよね。ありがとうございます、はいはいはい、本当に来ていただいただけでも何かを次につなげられるようなこともできるかなと思っているので、うんうんうん、本当に遊びに、ねね、気軽に来ていただければなと思います。はい、はい、お そんなあのうちなんですけど、実はあの YouTube チャンネルうちも解説してまして、マナレボチャンネルっていう風に探していただけると今、はい、まあ、50本近いかな、はいはい、あの動画頑張って僕ら編集してあげてるんで、はいはい、ぜひそれも見ていただけたら、はい、あ、こんないろんな人おるんやなって見てもらえるかなと思います。はい、はいはいはい、ということで、はい、時間ですか。そうです、まだもうちょっとあるそうですよ、ね、あと3分。 あと3分ないよね。びっくりした。30秒。3分。あ、なるほどなるほど。あ、30秒しか行くようだからドキドキしたいね。書き足で。俺も。マダレボチャンネルではどんなこと喋ってるの？まあ、基本的なコンセプトとしては、学びっていうのをコンセプトにしてまして、はいはい、あのうちに関わってくださってる、まあ、講師であったりとか、はい、会員さんであったりとか、はい、まあ、いろんな方をご紹介するようなチャンネルになってます。はい、なのであの私たちは一応案内人として、もう一人いるんですけど、はい、案内人は。が、あのインタビュアーというか、まあ、対談形式で聞くような、うん、あの動画が多くて、はいはい、まあ、その出てくださった方が実はこういうことやってますとか、うん、こういう思いで仕事やってますっていうのが発信できるような、なるほど、あのチャンネルになってます。なるほどね。だからか、だからやな、あの井森さんさっきね、僕にね、あの、なんで監督やってはるんですかみたいなことが質問してこられて、なんかインタビュアーみたいな、なんか俺インタビューされてると思って、いや、思ってたんですけど、あ、そういうことやってるからやっていう。動画撮りすぎて。あ、なんかそういう癖がついてるんですよ。そうですね。なるほど、なるほど。職業病みたいな。いいことですよね、でもね、うん。相手に興味を持ってるということだから、すごく相手にとって好感が持てるので、うん、すごくいいことですね、その癖ってね。はい、ちょっと頑張って作ってるおかげですね。そうですよね。だから今度、日村さんにも出ていただきたいなと思ってて。ありがとうございます。いろいろ聞きたいなと。ああ、もう、バンバン聞いてください。はい、本当にもう、最近。僕、NG なしなんで。もう限界がないと思うので、本当に。いろいろお聞きしたいなと思います。はい、はい、はい。はい、とか、あの僕ら案内人それぞれのキャラクターがどういうものかっていうのもちょっといろいろお見せしたいなと思って、ね、ああ、いいですね、いいですね。そう、対談だけじゃなく、ちょっとそういうエンタメチックな動画も作っていきたいなと、うん、なるほど、なるほど。いろいろ改善しながらやってますので、はい、いやいやいや、あのやっぱね、動画っていろいろ今ね、いろんなところでね、いろんな人がやってるじゃないですか、うん、でどういう特色出していくかってすごいあの難しいですよね。めちゃくちゃ難しいですよね。で、あのなんか数字が上がったとか下がったとか一喜一憂したりとかっていうのが多分あると思うんですけど、あのやっぱ一番大事なのって自分たちがいかに楽しんでやってるか、 そうですよね、その楽しさをどう伝えられるかっていうのが多分一番大切なんじゃないかなと思って、そう信じて僕も毎回やってます信じてやるしかないからね、これね。そうですよね。いや、もう日村さんが本当に楽しそうにこのチャンネルやってはるから、 ありがとうございます。すごいそれも勉強させていただいて、はい、いえいえいえ、とんでもないです。はい、だから僕らも本当に楽しくその人の話を聞いたりもそうですし、はいはい、あのこういういろんなチャレンジをするっていうのもそうですし、いろんなこう学びの要素を皆様にお届けできたらなと思ってます。なるほど、はいはい、あのなかなかですね、スタッフの皆さんが話し上手というか聞き上手が多いです。あのいろんなことを聞き出してくれるんで、あの言って話してるだけでも結構ね、自分の役に立つこともあったりとかすると思うんで、ぜひ皆さん、オンザ梅田と、OBP アカデミアですね、はい、立ち寄っていただく、そしてその前にちょっとマナレボチャンネル見ていただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ではこちらで、はいはい、発表以上とさせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、はい、ちょうど時間になりましたって感じですね。はいはい、もうね、なんか何やろ、俺今日ねすごい安心してここに座ってる何もドキドキしてないし、何も痛くない。いやいやいやあれいや、なんかね、毎回最近ね、あのドキドキする人が座ってることが多くて、あの喋りながら、おい大丈夫かなとかドキドキしながら突っ込んでたりとかすることが多かったんですけど、今日はね、何も心配することがなかったです。はいはいはい、という感じでございますが、さあ、でも判定はどうなるでしょう。いや、本当にもう怖いわ、ね、怖いわ、はい、では皆さん、判定に移りたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、いきます。このプレゼン、ありかなしか判定。ああ、おお、見せて。はい、どうも。
かったよかった。怖いわ。聞いなかった、聞いなかったですね。聞いなかったですね。よかったよかった。あの吉川さん聞いませんでした。はい、全然。生きてます。生きてます。はい、という感じでございますけども、はい、まあ本当にですね、あの場所もすごくいいので、両方ともね、ロケーションすごくいいんで。僕は本当にね、あの OBP アカデミアに初めて行った時は、うん、確かに仕事できる場所、あの時まだフリーだったんですよ、うん、会社も持ってなかったんで、家じゃない場所でどっか作業できないかなっていうのを探してたのが実際なんですけど、行ってみて すっごい思ったのは、あのアカデミアっていうところだけは他のところとちょっと違うのは、うん、あのスタッフさんがすごくいろいろ聞いてくれた上にあのなんか何かとつなげようつなげようとしてくれるんですよ、うん、初めて行ったのに、うん、僕映画撮ってて、そうなんですかみたいな感じで、映画祭ちょっとやりたいなとか思ってる人、映画祭やるんだったらこういう場所があってみたいなのをブワーっていろいろと言ってくれたりとか、ものすごいやってくれたんで、うん、あのあここってなんかそういうつながりって作りやすいんかなってすごく思ったのが入会したきっかけなんですね、うん、でオンザまさにそれを引き継いでるというか、うん、あのある意味それがあの場所が梅田じゃないですか、しかも梅田のめちゃめちゃいい場所やから、まあ僕も梅田を利用するときはたまに行かせていただいたりとかもしてるんで、ぜひぜひどちらも一回行ってみていただきたいなと、ぜひお願いします、はい、と思っております。ありがとうございます、お待ちしてます。はい、ということでございます。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、はい、おはようございます。はい、お店の情報です。はい、はい、本日17日土曜日、はい、はい、ワイン会です。来た来た、ワイン会、ワインを楽しむ会となっております。ワインやないかーい、はい、はいはい、え16時からスタートいたします。はい、これ見た後、あと数時間後ですね、数時間後ですね、はいはい、始まりますのでぜひぜひご参加ください、はい、とりあえず電話していただいた方がいいかな。そうですね、はい、はいはい、まあもう不意にポーって来てもらっても大丈夫です。 OK らしいです、はい、大丈夫です。はい、はい、まあ8時までは完全体質となっておりますので、はい、そうですね、はい、はい、マンボウうーって感じですね、はい、なのではい参加費が2000円プラ、2000円ですね、おつまみ付きとなっておりますので、はい、ぜひぜひお気軽にご参加ください。おつまみ付きでワインを2000円で、はいはい、まあ、ある意味飲み放題ですね。そうですね、いや、もうなんかね、普通ありえへんっていうか、はい、お店側からしたらちょっと痛いめちゃめちゃ痛いいやだからたくさん来てくれないとね、やっぱ困るんでね、はい、はい、ぜひたくさん来ていただいてという感じ、はい、たくさん来てくれたら種類もたくさん飲める。ああ、なるほどなるほど、はい、そうそうそうですね、そうなんですよ、少なかったら1、2本とかね、こう味わえなかったりするんで、ね、たくさん来てもらったら3、4本あげれますので、はい、はい、ぜひぜひご参加ください。はい、はい、ちょっと多分気になってると思うんですから、早速ラッキーマテリアルストーリー、はい、LMS のマスクが完成しました。はい、まあ、先週からつけてるんですけど、はい、はい、ぜひぜひつけてみてください。あのね、あのね、みんな知らんのですよ。みんなね、はい、多分だいぶ前に一回言っただけやね。あ、これね、ラッキーマテリアルストーリーっていうブランド名です。ブランドです。はい、ブランド名があります。はいはい、あのこのマテリアルがやってるあのデザインブランドなんですけど、はい、実はあのエコバッグというか、はい、もあったり、はい、で、今回はこのマスクを新商品がやってきました。これデザインなかなかね、かっこいいですから、はいはい、左右非対称のなかなか、はい、あの最近のあれを狙った感じのやつなんですけども、はい、はい、デザイナーです。はい、デザインしました、はい、なんかデザイン仕事あったら言ってください。はい、お願いします。はい、何でもします。はい、NG ないんで。はい、はい、はい、NG ないそうですよ。はい、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 基本ないです。はい、OK です。はい、はい、はい、ということで、はい、ぜひ歩みの方にも、はい、連絡してください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、帰ります。はい、お疲れ様でした。はい、はい、ということで高橋さん、はい、おはようございます。おはようございます。はい、ということで、はい、シネマ2ユーの金村、はい、かな、ユーでございます。シネマ2の高橋です。はい、はい、今週も、はい、天ヶ崎からお送りしておりますって感じで、なんで急にね、はい、谷町から飛んでしまいました。はい、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 でも、はい、ちゃんとマテリアルに助けてますんで、はい、お聞きしてください。はい、今日は、先のゲスト、プレゼンが、はい、コワーキング、はい、そうですね、 OBP アカデミアのね、はい、はい、一応考えたんですけど、はい、
単にスペースの中に宇宙の方の映画をご紹介したいとだいぶ違う意味ですけど、はい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 、スペースの中でございます、はいはいはい、まず一本私の好きな映画です、はいはい、スペースボーイズですね、はい、1987年アメリカ映画ですね、はい、まあ、ジョージ・ルーカス監督のね、もちろんスターウォーズのパロディの映画ですね、はい、もうなんか、まあ、出てくる人もちょっとキャラクターももじってたりとかね、はい、いろいろでね、はい、ダース・ベイダーもね、はい、小さかったりとかね、作品にね、もう出だしから割合笑かしてくれる、はい、あのスターウォーズ出だしね、その宇宙船がバーッと飛んでくるとかあるんですけど、何分か続くっていうところから、はあ、笑える人には OK な作品です、はい、そこはもう笑えない人には、うん、ごめんなさいはい、でも監督はですね、これ、はい、メル・ブルックスですね、有名ですね、はいはい、コメディ映画の流通でございましたね、はい、いろんな映画を撮ってます、はい、まあ、サイレントムービーとかね、小さいことか、そういう、はい、まあ、ある映画をいじるっていうのが好きな監督でございますので、ね、はい、見ていただきます、はい、ダース・ベイダーを演じるのはリック・モラルですね、あのゴーストバスターズシリーズとか、はい、ミクロ・キッズの、はい、ちょっと楽しい感じで出ておりますので、見てください、うん、ここはあくまでもう単純にパロディを楽しむという作品なんで、はい、よろしくお願いします、はい、そういったスペースでございます、はい、次がですね、はい、スペースヴァンパイアでございます、はい、来ました。こちら1985年イギリスアメリカ合作です。原作は、コリン・ウィルソンの小説宇宙ヴァンパイアちゃんと作品ですね、はいはいはい、それをでも大幅に改変して、はい、トビー・フーバーが、はい、SFX の枠を超えたこういろんなあれでやってますね、はいはい、単に、まあ、宇宙から来た生物が血を吸うっていうんですけどね、はいはい、放題ですよね、多分ね、スペースヴァンパイアっていうのね、はいはい、まあ、単にそういう、吸血鬼の映画でございます、はい、監督もトビー・フーバーがやっております、はい、ほんでこれぐらい見ていただきますね、はい、これね、はい、これなんかもうトビー・フーバーのバタリアンそっくりですよね、まあ、バタリアンの方が後なんですけど、これね、はいはいはい、こう見ていただくとほとんど一緒なんですけどねそういう感じでございます、はいはい、日本続けて、見ていただいたらいいかなと思います、はい、そして、はい、そのスペースシリーズとしてもう一回はい、それ、はい、来ます。はい、来ました、スペースインベーダーですね。はい、来ましたよ。ヴァンパイアの次はインベーダーでね、はい、来ましたこれ、宇宙人決まってるやねえかということでございます、はい、これもでも1953年の SF 映画、はい、惑星アドベンチャースペースモンスターシューラのリメイクですね。なるほど、だからもともと先ほどの作品もそうですけど、しっかりしてるんですよ、ね、そうですね。それをまたトビー・フーバーが、まあ、だからまあ、どっちかというと話はもう守ってますから、その時のどうですか、ね、ちょっとゾンビ系のね、はいはい、造形を見てほしいという作品でございます。だいぶ流行りましたからね。そうですね、あのこれが、出演者が、ハンター・カーソン、ハリテキサスと出まして、はい、で私の好きな、この番組でご紹介しました、はい、カレン・ブラック女優さんですね、はい、エアポート75、はい、いいえカプリコンはこの番組で紹介しましたけど、はい、お気に入りの、はい、女優さんでございます、はい、まあ、これはなんかあのこう父親に対して息子が言ってたことを意見聞いてくれなくて、うん、なんかどっか行って帰ってきたら父が変わってって、うん、様子が変わってたっていう、だからそこに今乗り移ったっていうですね、まあ、はい、父親の首には傷があってっていうところからの、はいはい、まあもう本当原型ですね、うん、SF の映画ね、うん、なんで、もしよければ配信とか DVD ありますんで見てください、はい、スペース違いでございますので楽しんでいただけたらありがたいなと思います、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。今日はね、オンザと、アカデミーの方お二人来ていただきまして、どうでした番組？The Special Guest。どうでした？ぼーっとしてました。そうね、あのまさか私に言われるんだなんてって感じでしたよね。はいはいはい。いや、でもなんかちょっと緊張してたんですけど、はい、すごいこう皆さんお話、はい、皆さん作ってくださるので、はい、はい、あ、そうですか。よかったです。人と人のつながりってすごい大切だと思うんですよね。あの僕らもこうやって番組やってて、いろんな方にあのマテリアルに来ていただいて、でいろんな夢を語っていただいたり、いろんなお話をしていただくと、すごく僕らも、はい、あのエネルギーをもらえるというかね、はい、なんですけれども、まさにその、アカデミアとかオンザなんていうところは、そういうその夢を持った人たちが集まっていてね、お互いの夢を語り合いながら高め合ってるみたいなところもあるので、なんかどっかにちょっと行ってみたいなとか、なんか今ちょっと悩んでんねんなみたいな人は、ちょっと顔出していただくだけでも元気になったりとかすると思いますし、もちろんこのマテリアル来ていただいたら、このマテリアルもものすごい、才能ね、さまざまな才能のマテリアルを集めてるところですから、はい、ぜひ皆さん来ていただければなと思いますんで、はい、この、プレゼン
ありからしかりもどんどん来ていただきたいですね、はい、お願いします、はい、ということで、今日は、これで終わりたいと思います、はいはい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。